トラベルホテルチャンネルへようこそ。現在、とある場所に向かって歩いています。白鷺が羽を広げたような優美な姿から白鷺城の愛称で親しまれる姫路城。白漆喰総塗り込め作りの鮮やかな白の城壁や連立式天守が特徴です。姫山の地に初めて砦が築かれたのは1333年赤松氏の時代と言われています。以来13氏48代が城主を務め、先人にまみれることなく今日に至っています。姫路城の大天守は慶長14年1609年に建築されたもの。現存天守12城の一つとして400年以上が経過した現在でもその美しい姿を残しています。車で1時間ほど走り神戸に来ました。せっかく神戸に来ましたので神戸牛を食べたいということで、安くて美味しい店を知り合いに紹介してもらいました。繁華街の一角にありシンプルな看板、店構えも特段変わったところもなく普通です。その店の名前はステーキランド神戸館さんです。待合室はこんな感じ。ちょっとおしゃれな絵が飾ってあるんですね。シェフが目の前で焼き上げる鉄板焼き、肉を焼く音、ガーリックの香り、卓越したナイフさばきによるパフォーマンス、その全てが美味しいステーキのスパイスとなります。私は少し奮発して神戸牛ステーキランチ 150g 3500円を注文しました。神戸牛という牛はいないそうで、但馬牛という牛の中から厳選された牛肉のことを神戸牛と呼ぶそうです。神戸牛の脂肪融点は14度とも言われており、口の中の温度で容易に油が溶け出します。これが肉の甘みと香り、口どけの良さとなります。本当に美味しかったです。まあよく言えばビールを飲みたかったな。車での移動さえなければ。まあここだけが残念でした。他にも神戸の美味しいお店がありましたら、ぜひコメントで教えてください。さらに車で移動して USJ に来ました。子供が小さい頃に来園して以来です。お目当ては冒険のアイテムを購入すること。一つ目のアイテムはここにあります。ハリーポッターの世界を徹底した細部へのこだわりで再現した壮大なエリア、ウィザーディングワールドオブハリーポッター。そびえ立つホグワーツ城、その前には魔法使いの住むホグズミード村が広がります。著作権の関係で使えませんが、 BGM は当然あの曲。大人もワクワクしてきます。ジョアン・ローリングによる第1巻ハリーポッターと賢者の石はロンドンのブルームズベリー出版社から1997年に刊行されると、無名の新人による作品にもかかわらず瞬く間に世界的ベストセラーになりました。73の言語に翻訳されたハリーポッターシリーズの全世界累計発行部数は5億冊を突破しており、
史上最も売れたシリーズ作品となっています。次の冒険のアイテムはここにあります。スーパーニンテンドーワールドです。園内にある様々なブロックや仕掛けは叩いたりすると反応します。このギミックをより楽しむために必要なのがこのパワーアップバンドです。ゲームの世界に入り込み、マリオのように体ごと全力で遊ぶ、子供も大人も誰もが五感のすべてを解放して遊べるエリアとなっています。子供たちめっちゃ楽しそうでしたよ。またまた1時間ほどのドライブの後、本日宿泊するホテル、兵庫県神戸市西区にある神戸精神オリエンタルホテルに到着しました。立地は神戸市営地下鉄精神中央駅から徒歩1分、駅の目の前ですね。2021年から改装しているエグゼクティブフロアでの宿泊としました。どんな部屋なのかとても楽しみです。カードキーでドアを開けて中に入ってみましょう。電気をつけると全室となっていました。ここはコートなどをかけておくには便利ですね。おお、スタイリッシュな室内ですね。部屋の左側から見ていきましょう。この位置に冷蔵庫があります。広さも十分ですね。お茶のセットがあります。ドレッサーがあり、空気清浄機もありますね。ソファーの座り心地は柔らかめでした。ベッドチェック。シモンズのマットレスは大きく分けるとゴールデンバリューとニューフィットという2種類のタイプがあります。こちらのホテルで利用されているタイプはゴールデンバリューではないでしょうか。ポケットコイルに使われている導線が太くて固めに作られているので固めの寝心地になります。私にはちょうど良い寝心地でした。次のドアを開けると洗面所があります。ドライヤーも用意されていますね。さらに奥のドアを開けてみるとバスルームとシャワー、トイレがありました。バスルームからの景色は良さそうですね。海外ではよくある作りですが、日本ではどうなんでしょうか。トイレは別でもよかったかな。好き好きですね。シャワーチェック。
水圧は十分です。Wi-Fi チェック。上り37メガ、下り27メガは必要十分なスピードでした。それでは神戸精神オリエンタルホテルの総評です。LED ライトアップは非日常的な空間を演出し、このホテルへの期待感を高めます。改装したばかりの部屋は清潔感もありスタイリッシュ。朝食は食べていませんので除外します。総合得点はヒゲ4つとさせていただきます。